大丈夫。落ち着いて。僕の質問に答えて。ね、ね、ね。それじゃあ君は放浪画家なんだよね。あ、はい。それでたまたま僕の家の近くで絵を描いてたんだよね。そうっす。私東の方から来たんすけど。なあ、東といってもバイラム王国じゃないですよ。バイラム王国が東にあるなんて全然知らないっすから。うん、そっか。ちょっと指輪外すね。みのりさん、バハイラムは東にあるんですか？うん、そうですか。バハイラムから来たからってスパイとは限らないでしょう。とにかくスパイじゃないことを証明しますから。エルビアは月で絵を描いてるだけなんだよね。はい、といえ、そうっす。よし、だったら別に軍事機密っぽいところをいろいろな角度から模写しておくれとか、そんなことは一言も言われてないっすよ。給料は1枚につき。もういいよ、ありがとう。茶番はもう終わりか。スパイだっていいじゃない。だって獣耳なんだもの。開き直るな。いや、だから獣耳だからかばってるわけじゃなくて、僕は人として。でもそれはそれとして、獣耳と獣尻尾はいいものなんですよ。ああ、もう思いっきり毛布毛布したい。なるほど、そういうことか。ペトラルカ、お抱え師とはただの口実。新一、貴様その娘を愛人として囲う気じゃない。